55からのタケノコ生活日本古代戦火研究栄原十和夫長を読んで和道海賃が MMT 現代貨幣理論の貨幣論だと思った件です MMT については MMT 現代貨幣理論入門 L ランダル・レイチ関東解説中野武ですなおきっかけは 平境の時代坂上康年著で参考文献として挙げられている「律令国家と日本古代戦坂栄原十和長を見つけられなかったので同じ著者の本の「日本古代戦家研究」「栄原十和長を読んでみました。ではそれぞれからの引用を上に表示して読み上げます。MMT 現代可閉理論入門 L. ランダル・レイ著の中野武による関東解説から引用商品貨幣論原始的な社会では物々交換が行われていたがそのうちに何らかの価値を持った商品が便利な交換手段つまり貨幣として使われるようになったその代表的な商品が貴金属特に金であるこれが貨幣の起源であるしかし金そのものを貨幣とすると純度や重量など 貨幣の価値の確認に手間がかかるので、政府が一定の純度と重量を持った金貨を製造するようになる。次の段階では、金との交換を義務付けた打管紙幣を発行するようになる。こうして政府発行の紙幣が標準的な貨幣となる。最終的には金との交換による価値の保証も不要になり、紙幣は不完紙幣となる。 それでも交換の際に皆が受け取り続ける限り紙幣には価値があり紙幣としての役割を果たす。MMT の貨幣論まず政府は債務などの計算尺度としての通貨単位円ドルポンドを法定する次に国民に対してその通貨単位で計算された納税義務を課すそして政府は通貨単位で価値を表示した通貨を発行し租税の支払い手段として定める。 これにより通貨には納税義務の解消手段としての需要が生じる。こうして人々は通貨に額面通りの価値を認めるようになりその通貨を民間の支払いや貯蓄などの手段としても利用するようになる。こうして通貨が流通するようになる。MMT「現代貨幣理論入門」L ・ランダル・レイチョから引用。貨幣の本質貨幣が 金のような商品ではありえず債務証書でなければならない誰でも貨幣を想像できる問題はそれを受け取らせることにある効果は商品貨幣か金属には固有の価値があったそうした固有の価値が鋳造された金属に価値を与えていたこれがインフレを防ぐのに役立ったその反面歴史を遡れば政府が貴金属の量を減らすことによって 効果の価の値をを下げててインフレを引き起こしさしまざまな物語が存在する。平城京の時代坂上康利著から引用。遷都の事業を推進するには相当苦しい財政状況であった。そういうところに武蔵国秩父郡で和道が見つかった。2つの懸案が一挙に解決できた。1つは言うまでもなく信徒・新都平城京造営のための財源問題。 もう一つは国家の体制を整えるための戦果発行小益の個賃を1一日に一問、すなわち和同価値賃一枚で支払う、銅の地金よりもはるかに高い法定価格をつけて、公民たちに朝鮮や要請を出すことを強制し、そのためにどうしても彼らが1を集めたり、あるいは受け取ったりせざるを得ない仕組みを作ったのである。 この仕組みは利台屋を稼ぐことに主眼があるのではなく一時に大量の労働力を確保し小益の代価として線を流通過程に入れるその支払いを長期に渡らせる線を少しずつ長や増用という名目で政府に回収することに意味がある栄原と和を律令国家と日本古代線化」「日本古代線化研究」 和から引用広く国際交易の決済が綿その他で行われていた綿は複次的であれ国内でもある程度富の蓄積手段として機能していたのである日本の古代社会では戦火・営糖・布・絹・糸・地金の銀などさまざまな貨幣が存在した和道開珍流通の第一段階は 和道元年西暦708年2月から和道3年9月までであるこの段階に地金の銀の貨幣的流通が否定され和道改沈に統一された第2段階は和道3年9月から養老4年西暦720年12月までである和道改沈動線を交換手段として機能させるための施策を次々と打ち出した。 中央財政システムに戦果を組み込むことはこの時期に積極的に推進された地方財政で注目すべきは永遠を基本とする財政運用を一切変更しなかったことである第3段階養老5年西暦721年正月から天平法治4年西暦760年3月まで流通が進展した段階 次第に流通していったとみられるがそれに伴って実勢価格が下落傾向を取り出し高い肯定価値との格差が開き始めた。肯定価値を切り下げるということは律令国家にとっては戦果発行収入の減少を意味するそこで律令国家が少しでも多くの戦果収入を手にしようとすれば和同開い賃の発行量を増大させるしかあるまい。朝鮮製は 社会的には戦火の流通を促進する方向で機能する地域的・階層的に限界があるものではあれ一般的交換手段としての性格を獲得し始めた。律令国家は和道開鎮・銀銭の発行とともに地金の銀の貨幣的使用を全面的に禁止した。第4段階天平法治4年西暦760年3月から 円略後半頃まで複数動線の併用段階万年通報が発行され大量に出回っている市中線を根絶することを目的に発行すること万年通報と和道開珍の肯定価値の比率を10対1とする和道開珍の10倍の肯定価値を付与された万年通報が流通界に投入されるに伴って それまでは戦火の供給が追いつかず物価が緩やかに下落傾向をとっていたのが一転して通貨の供給過剰ととなっっていったと考えられる物価の上昇はこうしてもたらされたのである。急戦停止の理由としては新銭と急銭を並行させると新銭の工定価値が急銭に向かって下落するのでそれを防ぐためであった。この当時 新鮮の工定価値は当初の9 0の10倍からかなり下落していたがなお幾分ぶんかは9 0よりも高かったとみられるご視聴ありがとうございます。終わり。